皆さん、こんにちは。私は、海洋教育推進委員会の委員長を務めている小林でございます。今年度のフォーラムは新型コロナの関係でオンライン開催となり、ご不便をおかけしておりますが、多数のご参加申し込みがあり、嬉しく思っております。さて、開催にあたりご挨拶をさせていただきますが、本日の皆さんはせっかく海のことを勉強しに来られたのですから、海洋教育フォーラムの趣旨と、海の誕生、生命の誕生、海の恵み、海と私たちの関わりなどについて、スライドを通して簡単にお話しさせていただき、私の挨拶に変えさせていただきたいと思います。これは、皆さんも知ってますよね。小学校1年生の音楽の教科書に出てくる文部省唱歌です。この林さん、井上さんという作詞作曲家はですね、海なし県といわれる群馬県の人なんです。この歌はですね、メロディーも波が押し寄せるときに波がこう引いていくというようなメロディーのような感覚をします。あるいはこの海は大きいな、広いな、大きいなということは非常にその大きい、広いということのしみじみとした情感がにじみ出ているというような気がします。まさしく日本はですね、四方を広い海に囲まれたり、世界で6番目の広さを持つ排他的経済水域を有しているわけです。排他的経済水域とはこの白い部分ですね。で、経済水域とは、経済的な主権が及ぶ水域のことで、日本は、ここに447万キロ平米という広さを。EZ の広さは先ほど言いましたように、6位で、で、ちなみに国土はですね、61番目、38万キロ平米という広さです。ですから、日本の海の広さは国土の12倍と。これを覚えておくといろいろ便利です。いいですよ。で、この広い海の豊かな恵みを享受してですね、船で外国との貿易、文化交流を行うことによって、海事文化や水産業の発展、あるいは豊かで文化的な生活を保持してきたわけですけども、このことが日本の経済的成長に寄与してきたわけであります。ところが、今の日本の現状としては、日本を取り巻く経済状況や社会環境の変化によってですね、海に関わる海産業や水産業の発展がままならないという状況です。教育関係でも海に関する話題も教材もほとんどない状況でですね、海と共生した海洋文化の持続保持もできてないと。四方を海に囲まれていながらですね、本当の意味での、まあ、海洋国家と言えない状況にあるわけであります。と共生した海洋文化の持続的保持と、豊かな海の恵みを利用した海産業、水産業の発展をさせた真の海洋国家にするためにはですね、海や船に興味を持つ子どもたちや、海産業、水産業で活躍したいと考える若者たちの育成と、それから次世代を担う子供たちや若者たちを対象とした海をよく知り、海を持ち、海を守り、海の豊かな恵みを利用することの啓蒙活動が求められているわけです。その中で、私どもは、の海洋教育フォーラムは、次世代を担う全国の子供たちや若者たちに対する海洋関係の人材育成の要と位置づけて活動しております。さて、海をよく知り、海に親しみを持ち、海を守り、そして海の豊かな恵みを利用するためには、海を知ることが必要です。海はどのように誕生し、どのような状態になって、私たちの関わりにどのようなのかを簡単にお話ししたいと思います。地球の誕生、海の誕生、生命の誕生、海の恵み、私たちと海の関わりについて簡単にお話ししたいと思います。これは地球46億年の歴史です。地球が46億年前にですね、誕生して、そして月が誕生し、そして海が誕生し、
そして生命が誕生し、水中から陸上に上がってですね、そして二足歩行のホモサピエンス、人類が20年前に誕生したわけです。地球が誕生のあれではですね、太陽系が誕生しなくちゃいけないんですけど、太陽系の誕生はビッグバン、宇宙の膨張から始まったわけですね。で、宇宙に、漂う水素や、まあ、ヘリウムや、まあ、いろんなガスが、それがですね、万有引力で引き合ってぶつかり合ってだんだん成長してきたと。そういうことであります。それが銀河系を形成してですね、それで銀河系の中でもさらに、そういうような成長が繰り返されてですね、太陽が誕生したと。ビッグバンから100億年経ったところですね。で、太陽の周りにはですね、その高温の塵やガスが冷えた粒子密度の高い物質がさらに衝突が繰り返しまして、徐々に大きなカルデラに成長して微惑星となっています。で、この微惑星がですね、太陽の周りを回りながらさらに、衝突を繰り返して成長していって、惑星やその他の成長していったと、こういうことであります。この中には、今回、あれすぎました、ハヤブサが行ってきたリュウグウなんかも、そういうのも、こういう惑星の一つである、とである。で、当初ですね、地球の誕生は惑星に誕生、46億年前ですね。で、当初、地球はその隕石の衝突エネルギーで表面の温度は、1500度 C 以上の表面は鉱物の溶けたマグマの海だったわけですね。その衝突によってですね、隕石の衝突や火山噴火によって、水蒸気を含んだガス、炭酸ガスや窒素やいろんなガスを含んで大量放出したわけです。この大量放出したガスが、その地球を大気を覆う雲に覆われるわけですね。その雲には、先ほど言いましたように、水蒸気の他にいろんなガスが含まれた。こういうような。大気に覆われたために地球は冷えてですね、やがて、これが酸性雨となって、まあ、降ってきたわけです。で、この酸性雨ですから、いろんな鉱物を溶かし込みます。ナトリウム、ここに書いてあるんですけども、こういうものを溶かして、で、止めどもなく降り続けて、そして川となり、湖となり、そしてやがて海が形成されたわけです。で、これが43億年前と、こういうことでありますね。ですが、先ほど言いましたように、いろいろな溶かしてますから、あらゆる元素のイオンを含んだ海が誕生したわけです。ここで、初めて塩素とナトリウムが結合して、塩化ナトリウム、塩ですね。しょっぱい海ができてきた。この結合によってですね、酸性の海が中和されてきてて、だから手を入れても溶けないと、こういうようなことですね。こういうような今の海になっていると、こういうことであります。さて、次は生命の誕生です。生命の誕生にまだ諸説諸論があるわけですけども、この中和された海に何らかの形で有機物質が出現してですね、海水質の有機物を取り入れる、非常に細菌に近い可動な原始生物が生まれたと、こういうことであります。この生命の起源については、今回の、リュウグウから、ハヤブサが取ってきた砂によって、これが、また、いろいろ、それに、どういうふうに、生命が誕生したのかということが、わかるような気もします。で、その生命はですね、当初の生命は、その硫化水素などを利用してましたけども、その後、光合成、生物が誕生した。光合成生物ですね。炭酸ガスを取り入れて CO2 を、酸素を出すという。それがですね、水中の魚介類、あるいは陸上の動植物に進化し、人類に進化したと考えられるわけです。さて、次は海の恵みです。海には先ほど言いましたように、いろんな鉱物資源、鉱物が、イオンが溶けている。こういうことです。非常に、希薄なんですけども、これを取る技術を一生懸命みんな頑張っています。この中で、マグネシウムなんかは、
実際にもう大量に取られてて実用化されてこう金とか銀とかも取れると、こういうことになりますね。その他に、マグマが、火水がマグマに染み込んで、熱せられた海水が鉱物資源を溶解して、海底からかけて、ね、冷却された鉱床となる。熱水鉱床といって、チムニーと言いますね。で、この周りには、レアメタルって聞いたことあると思う、希少な金属があると、こういうことになります。これも海底にあるものですから、これを取る技術がいろいろ研究されています。これを取れるように実用化されればですね、日本の周りにもたくさんあるわけですから、鉱物資源の資源国と、こういうことになるわけです。次には、自然エネルギー資源です。風、波、潮流、海流、いろんなのがありますね。これはですね、ここにあります洋上風力発電、潮流発電とか海流発電とか、今日も潮流発電の、潮流、海流発電の、話もあると思いますけども、こういうもので電気に変えて、エネルギーを電気、自然エネルギーを電気に変えて、こういうことですね。で、これは、九州の響灘に設置された、洋上に浮いてるところに設置した洋上風力発電です。この羽の大きさっていうのは100メートルあります。直径100メートルですね。で、この風力発電では2ギガワットという発電を抜くことができます。2ギガワットと言いますとですね、大体1200所帯から1500所帯の電気を賄えると、こういうことであります。さて、次は水産資源です。魚介類の水産資源ですね。魚たくさんいます。釣りに行ったこともあると思いますけども、これは私どもの食料資源と、こういうことです。非常に、これ刺身になってますが、美味しそうですね。こういう食料資源としての恵みがあると、こういうことであります。それから最後に、化石エネルギー資源。自動車でガソリンで走ったり、石油、石炭、天然ガス。天然ガスハイドレート、こういうものが化石エネルギー資源であります。で、この中の天然ガスの化石、は、メタンハイドレードとも言います。NGH、ナチュラルガスハイドレードですね。これは、水の分子が、メタンガスの分子を取り込んで、ハイドレードっていうか、シャーベット状になったもので、燃える氷とも言われます。これは、日本の周りにですね、100年、日本のエネルギーの100年分以上の埋蔵されているということが言われています。これの取る技術を一生懸命今、いろんなところでやってます。これが実用的に取れる、深いところにあるわけですけども、実用的に取れるようになりますと、日本はエネルギー大国と、こういうことになるわけです。さて、私たちと海との関わりですけど、いろんな関わりがあるわけですけども、これは船ですね。日本は四方を海に囲まれていて、海外との貿易、あるいは海外に行くときには船を使う。飛行機も使いますけども、船を使う。いろんな船がありますね。貨物船、客船、バラ積み船、いろんなのがあります。ということで、その海外との貿易で、物流の場としての海と船ということで、海との関わりがあります。皆さん、船で貿易がどのぐらいの量をされているかってわかりますか？重量で来ますとですね、日本の貿易量の99.7%、ほとんど100%ですね、が船なんです。ですから、船がなかったならば、我々は今の生活は全く保持できない。こういうことです。よく知っていただいておきたいと思いますね。ですから、船がないと、我々は生活できない。非常に重要な、船というのは重要だと、我々の生活と重要だということを分かっていただければと思います。それから、これはいろんな、海上での遊び、海水浴なんか行ったことあるでしょうね。釣りなんかもしてダイビングした人もいるかもしれません。いろんな海での遊び、レジャー、で、じゃあ、場としての海も私たちの関わりにあります。それから、これは東日本大震災の時の津波です。津波の写真ですね。
この時は非常に多くの人命を失い、多大な被害を受けたと、こういうことです。海は、要するに楽しいこと、利用することだけではなくて、津波などの恐ろしい顔を持っていると、こういうことを知ってほしいと思いますね。だからいろんな顔を持っているということ。その他に、海は地球の環境問題にも大きく関わっていますということです。地球が温暖化、二酸化炭素が出て、温暖化の問題が、まあ、いろいろ叫ばれていますけれども、海水温が上昇することによって大雨や干ばつなどの気象変化が起きてしまうわけですね。それから、これはサンゴです。サンゴの白化現象という、サンゴは褐虫藻というのと共生しているわけですけども、温暖化するとこの褐虫藻が出ていってしまうと。で、こういうふうに白くなってしまうわけですね。白くなって、さらにとこういうふうに欠けてですね、サンゴが絶滅するというような危機にもありますと、こういうことです。それから海中生物の生態系の変化、海水の温度の変化、温度分布が変わってきます。ですから、生きている生物もですね、その温度に従って移動していくということで、今までのいた場所がいろいろ変わってくると、こういうことも起きています。それから、海水はですね、その中で海水の二酸化炭素、二酸、海水はその二酸化炭素を吸収する役割が大事。そのされたものがブルーカーボンと言いますね。森林も二酸化炭素を吸収する。これはグリーンカーボンと言います。それから、二酸化炭素削減のためには、今、最近でもあれしてますけども、再生可能エネルギー利用ということで、先ほど自然エネルギーで風力、あるいは潮流などでですね、電気に変えるということで、非常に海にそれも関わっているということであります。それから、明日の講演でもいろいろ、話があると思いますけども、マイクロプラスチック。プラスチックが、海の波があれで砕かれてですね、2ミリ以下、5ミリ以下になった汚染物質を凝縮しているようなものが出てきていると、こういうものが問題になっていますということで。これは水産資源、魚が食べて水産資源が汚染されていく。そして、それは我々の食料資源が汚染されて、人類の健康に関わる問題となっていると、こういうことであります。まあ、この他にもですね、いろいろ我々と地球との、海との関わりはあるわけですけども、このような関わりをですね、私たちと海との関わりを理解した上で、非常にこの豊かな恵み、海の恵みですね、どのような技術で取得して、どのように利用して、どのように守るか、そして海洋文化の持続的に保持をし、本当の意味での真の海洋国家となるのに、まあ、極めていろんな重要な課題があります。そのためにはですね、今日のフォーラムなどを通してですね、皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。以上をもちまして、私の挨拶に変えさせていただきます。どうもありがとうございました。